傾聴、承認、質問というコーチングの基本スキルに入る前に、まずコーチングの基本とコーチングスキルの重要性についてお話したいと思います。まず、コーチングとは何でしょうか？コーチングとは、相手の可能性を引き出し、その人の自主的な前進をサポートするコミュニケーションスキルと定義づけることができます。つまり、相手の持つ能力や無限の可能性を信じ、それらを最大限に引き出し、自発的思考や行動を促すことによって、相手の持つ目標の実現、そして自己成長、自己変革をサポートするコミュニケーションスキルの一つです。コーチングは今、ビジネス界をはじめ、教育界や医療界に広がっています。組織のリーダーにとって、コーチングスキルは今や必須のマネジメントスキルの一つと認知されていると言えるでしょう。コーチングの考え方を整理するとこうなります。コーチは、まず相手が目標や課題に対して、今何を考え、どう行動していけばいいのか、自らの考えを引き出すサポートをします。そして、相手の思考をしなければならないから、したい、またはするという自発的思考や行動へと促し、目標の実現、そして自己成長、自己変革をサポートしていくコミュニケーション技術です。コーチングの実施により、上司、部下ともに様々な効果が現れています。例えば、私のところへ部下が自分から提案や相談をしてきてくれるようになりました。コーチングを知ってから、自分が何でも知っているリーダーでいなければならないというプレッシャーから解放されました。今は個々人をいかに生かし、周知を結集し、チームを活性化していけばよいのか、そこに楽しみを感じています。上司にコーチングをしてもらうようになって、自分の考えや意見を聞いてくれる人がいることの喜びと、その発言に対する責任を感じるようになりました。職場も何でも言いたいことが言えるような雰囲気になり、活力がアップしてきたと感じてます。と、このような声が聞かれます。ぜひ皆さんもこのように言える上司、部下にこのように感じさせるリーダーを目指していきましょう。そのために皆さんは、まず次のような5つの基本姿勢を持っていただくことが大切です。1、人を信じる。一人一人が無限の可能性と、その人なりの答えを持っていることを徹底して信じる。2、人の持つ答えを引き出す。相手の中にある答え、思考ややり方を引き出す。3、人を認める。一人一人の尊厳と個性を認める。相手の持つ資源を見つけ、認め伸ばし、そして生かしていく。4、人の信頼を得る。常に相手の味方でいること、そして正直でいること。5、人に別の視点を与える。提案、要望、助言、情報、体験談、思考、フィードバックなどで行動や思考を促し、別の視点を提供する。